針がボンボン飛び交ってきますからね、はい、簡単にはこの左の前三つ取らせてくれないと思うんですよね、最近のこの白鵬の相撲を見るとですね、左の前三つを立ち合い取れなかった時というのは、ね、どうもこう相撲を崩しますね。そうですね、そうなると白鵬としてはやはり立ち合いの組み込み、あの雅山戦で左の上手をはですね、はい、白鵬の飛躍の一つのきっかけになった取り組みがありましたよね。そうですね、そういう意味でも今日どういうまず立ち合いを見せるか白鵬。雅山はとにかく重い突っ張り、立ち合いです。回しが取れません。突っ張る雅山、いなす、落ちない雅山、雅山の押し、しのぐ、はたき込み、白鵬なんとかしのぎました。攻めきれなかった雅山、残念そうに首を振って